クドバルスキクルブラドニチュキニシュはセルビアの2種をホームタウンとするサッカークラブ。FK ラドニチュキニシュは1923年4月24日に創設された。1975年バルカンカップ決勝でトルコのエスキシセヒルスポルに勝利し初優勝を果たした。これはクラブにとって最初で唯一の国際タイトルである。 1980年 UEFA カップ1980から81で UEFA カップに初出場した。翌年の UEFA カップ1981から82で2回目の出場を果たすと SSC ナポリ、フェーノールトなどに勝利して準決勝に進出する大きな成功を収めた。 1983年には3回目の UEFA カップ出場を果たした。この10年間はクラブの歴史にとって最も成功した時期であった。1985年、1984から85シーズンのユーゴスラビアプルバリーガで再開に終わり、24シーズンぶりに2部リーグに降格したが、1シーズン限りでプルバリーガに復帰した。1989年、 1988から89シーズンのバルカンカップで準優勝した10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づくありがとうございます。